チルーは、哺乳甲牛もクウシカチルー属に分類される、グーテールイ。本種のみで、チルー属を構成する。別名チベットカモシカ。インド、中華人民共和国体長130から140センチメートル。女が8から10センチメートル。カタダカは、オス79から94センチメートル。メス73センチメートル。 体重オス36から5 5ラム、メス25から3 0ラム。全身は短い体毛で分厚く覆われる。丘面も体毛で覆われる。背面の毛衣は黄色がかった。泡倍褐色。ッ覆面や獅子の毛衣は開白色。獅子前面には黒い縦縞が入る。涙骨にはくぼみがある。鼻腔内に呼吸を温め湿らせる器官を持つが小型で。 あまり隆起しない。小球子は4本。詩子は細長い。ひめは細長く、ひめの底よりもひめ玉が突出する。甲子内側基部に大型の周線がある。オスは顔の毛衣が黒い。オスにのみ、わずかにアルファベットの S 字状に湾曲した角がある。角長50から72センチメートル。角の断面は楕円形。 角の全部には約20個の節がある。入頭の数は2個。標高3700から5500メートルのステップに生息する。昼間はくぼみで休む。単独もしくは4から5頭の小規模な群れを形成して生活するが大規模な群れを形成することもある。植生は植物食でこの葉などを食べる。白面白母時に採食を行う。 繁殖形態は体性。11から12月の繁殖期になると、オスは10から20頭のメスとハレムを形成し、オス同士では角を使い激しく争う。妊娠期間は約180日。6から7月に1回に1頭の幼獣を産む。毛が、スカーフの原料として利用されることもある。毛目的の乱獲により、生息数は減少している。そのため、 現在では、シャトゥー種の製造、売買は、国際的に禁止されている。名前はおそらく現地の故障に由来する。2006年7月、中国政府は、チベット高原に、製造鉄道を付設した。この路線は餌場を分断する形になるが、生態系への影響を考慮して、動物用の通路が33カ所設けられている。2008年2月22日、 ウォールストリート・ジャーナル・オンラインは中国の新華社通信が製造鉄道近くでチベットカモシカが走る様子を撮影した写真は別造であったとして謝罪したと報じた41歳の写真家、劉意境によるものであった彼は2007年3月から撮影のためチベット高原にキャンプを張っており体系イブニングニュースに載せる連載写真を撮影していた この写真は、新華社でも使われることが決まっていた。彼はすでに体系イブニングニュースを辞職している。もっとも、イギリスの科学雑誌ネイチャーは、2008年4月17日、中国科学院の研究者からの情報として、チベットカモシカは、実際にも製造鉄道近くにも生息している旨を、伝えている。ありがとうございます。